Alright, and we're back with some more Let's Play Tales of Heartsar. Oh boy, that last episode was just a bundle of joy. We got to fight Strigov! And Jesus Christ, that was just a load of BS. Yeah, I can tell I'm underleveled. I mean, it's like the last two bosses, I think I've gotten 2 to 3 levels each, so... That just kind of says, hey, you're underleveled. When you get 2 to 3 levels for every boss, go and grind a little bit, prick. But anyways, now we need to go and chase those Zerums that ran into Droning. And, I don't know, see what's going to happen. Oop. See what happens from there. ポケモノども、里の者に指一本触れさせませんよ。 シーラ！ 結晶騎士、この里を守ってくれるの。人を守るのが騎士の責務なのでな。ゼロムが団体さんで行動着だぜ。来なさい、ゼロム。 Yay, we got to fight a bunch of Zerums now. Are they going to be powered up? Hopefully not. That would be very annoying. That was a difficult fight. That was a... Boy! What a difficult fight. あなたたちはまるで17年前の姉さんの仲間たち。里の者には手出しさせません。みんなを守りてえって思いは俺はもう同じだ。 覚悟がなくて、里のみんな守るか。おばさん、よし、今だ。一気に押し返すぞ。 Am I the only one who thought that was a... I'm glad it wasn't just the tree falling on them that killed the Zerums. I mean, that was just kind of like... I don't know, I just looked at it and said, please don't let that be the reason they died. God. Get her! Thank God I got that in time. How much HP do you have? Not that much. Thought you might have more. コハクザクラが里の宝物が灰に。里を守るためとはいえ、すまねえ、みんな。サウンドリオンのギジスピリアを切り離し、コランダームのギジスピリアを制御回路に直結。 思念城で固定化された効果命令を解除できました。
そんな、サンドリオンの効果が止められた？報告。ガルデニアの覚醒率 80% を突破。携帯復元が始まります。セルレイノどもよ、天を仰げ。これがお前たちのスピリアを吸収し、クオーティアを再生する救世システム、ガルデニアだ。なんだ、雲が、空が割れていく。黒い月が化け物に、あれがガルデニアなのか。皇帝、クリードが作り上げたスピリアを無限に吸収するクイーンゼロムだ。みんな、あいつにスピリアを食われて死んじゃうのけ。里の結界だってなくなったのに。あんな化け物に逆らえるわけがねえ。世界の終わりだっぺよ。そんなことはさせません。この命に代えてガルデニアは私が倒します。もう二度とあいつに私の家族を奪われてなるものですか。リチア様。そんな、リチア様の言う通りだ。この里は結界なんかなくてもアヨラ姉ちゃんがきっと見守ってくれてるだ。みんなで守ろう。みんなの思い、アヨラ姉ちゃんの思い、そして琥珀桜、里のみんなで。みんな見てみろ、コングレでダメになるほどオラが里の琥珀桜はヤバじゃねえだ。あ、新しい芽が吹いてる。もうじき春が来るだでな。さすが琥珀桜だ。コングレじゃびくともしねえ。琥珀姉ちゃんみてえに強えだ。みんな、琥珀桜と同じようにこの里守りてえって思い、いつまでも繋いでいこうな。おばさん、これはソーマリンク。俺にもリンクが。ああ、私はペリドット、バイロクスにも。しかもソーマ使いだけじゃねえ。見ろよ、村の人間にも。人間だけではない、機械人の自分にまで。これは、これこそフローラ姉様がソーマに託したスピリアの可能性。姉様の残した力がこんなにも温かく、私を、みんなを包んでくれている。いや、あんたの姉さんの力じゃねえよ。これはリチア、あんたの力だ。あんたが2000年かけて育てたな。ありがとう、翡翠。ありがとう、私の家族たち。うわっ、ちょ、何するんだよ。珍しいじゃねえか、一人で輪の外にいるなんてよ。翡翠と琥珀には家族がたくさんいるからさ。そう思ったら、ちょっとじいちゃんを思い出して。バカ野郎、てめえなんぞもう家族も同然だろうが。え、ああ、違うぞ、そういう意味じゃねえぞ。だから、お兄さんなんて呼びやがったらぶっ飛ばすからな。だいたい、てめえなんざどうせまだ琥珀に告ったりもできてねえんだろ。そんなヘタレ野郎に兄貴呼ばわりされる気はねえからな。ちえ、なんだよ。自分はちょっとかっこいいことをリチアに伝えられたからってさ。なんだこの野郎、まるで俺があいつにあれみてえじゃねえか。痛いってば、翡翠。
でもよ、こんな形のねえもの、どうすりゃうまく伝えられんだろうな。うん、スピリアってすごく厄介だよね。なかなか分かり合えなくて不安で傷つけ合ったり憎み合ったりもしちゃうんだ。ああ、それでも分かり合いたいってこの思いは止められねえ。こんな面倒なスピリアに溢れた世界だからこそ俺たちは守らなきゃ。機械人の自分にも人と同じソーマリンクが。きっとおめえのスピリアがただの作り物じゃなかったってこったろ。よかったじゃねえか。大事にしろよ今の思いをな。機械人である自分のスピリアが人と同じ、理解不能。All right. So now that we've done that, I... You. I just happened to see that stupid hat. Anyways, where are we supposed to head off to now? Actually, where was the shop? I remember there was a shop here. Like an actual armor shop and shtick. Maybe there was a... I don't know. Oh. Ooh. Okay, well, I guess we're just heading out now. Okay, here we go. There was a first area. Let's go and check out the shop. Or the igloo. No. Talk. Let's see, what do you need, Hisui? Yeah, it's been a while since I've used this guy. A little too long. I think I will stick with Hisui for now, though. Just for that second healer. Yeah, Gold, you're not coming in the party. Okay, so now we leave. Oh, I thought that might have been Emerald. この里の人たちはもう何があっても大丈夫そうだね。うん。だってみんな私の家族だもの。でもよ、四年石を割れちまったし、サンドリオンは空の上。これからどうするよ。カル。俺一人くらいなら抱えて飛べるよな。サンドリオンどころか。ガルデニアまで飛んでやろう。待て、二人とも。方法はある。自分はサンドリオン内部でフローラ様より機密データを得た。それによればカルセドニーの飛行型ソーマはある特殊な可能性を秘めているらしい。特殊な可能性？サンドリオンと同様の飛行機能を備えた大型飛行体へのソーマエボルブだ。悪いんだけどさ、もうちょっと分かりやすく言ってもらえない？カル様のソーマが空を飛ぶ乗り物になるというのか。皇帝。だがそのためには2つの素材が必要だ。1つは外殻となる煉獄竜ボルガジョーズのフレアホーン、そしてもう1つは触媒となるゼロムストーンだ。ゼロムストーンはクリードのみが生成可能なゼロムを操るための四念石。おそらくインカローズも装備している。でもよ、フレアホーンはともかく、ゼロムストーンはクリードもインカローズも空の上だぜ。いや、クリードはセルレイドの体でゼロムを操るため過去に数個のゼロムストーンを生成したはずだ。そうですわ。ジルコニアもゼロムストーンを宝玉として肌身離さず持っていたはずです。まさかゼロムストーンとは先代ジルコニア様の宝玉、悲願石か。あの宝玉は皇帝位の証として今はパライバ様だ。とにかく今目指すのはソーマエボルブね。ならばまずは帝都へ向かい、ゼロムストーン、悲願石をパライバ様からお借りしよう。よし、そうと決まればみんな帝都へ向けてガンドコ行こうぜ。クリード様、苦しいです。
コランダームの疑似スピリアではサンドリオンの制御負荷に長くは耐えられませんが。構わん、ガルデニアまで持てばよい。ガルデニアの携帯復元確認。サンドリオンは引き続き転送思念術の充填を続行します。クリード様、お顔から血が。最後の人たちが届いていただとやってくれるな、器シングメテオライト。Seriously, I know I can't be the only person who thinks he looks... Okay. What are you doing here, Harbormaster? Oh, Harbormaster, whatever. Jinx, Kohaku and everyone in droning okay, eh? Oh, fuck, this is going to be interesting. Yes, they're fine. Why? Did something happen? Something? I'll say, eh? We could see a strange light from the village and the barrier lifted. This is gonna be... What? Oh, I didn't know what was happening. No, where are you off to next, Kohaku? If it's via Marquis Northport, you should take the newly opened shortcut back. A newly opened shortcut? Aye, an iceberg got... It's hard for me from not to trying to read it like that. Lodged itself in the river west of the village, allowing you to... Fuck this shit. So long, then. I'm away to see the mayor now, be canny. Jesus Christ, that was interesting. Sounds like that would be a faster way to get to Straga than going back over Mountain Bremen. Amen to that. I don't want to go anywhere near that mountain again if I don't have to. Anyways, like I was trying to say, I can't be the only person that thinks Creed looks like, Richter from Tales of Symphonia Dawn of the New World. Excuse me. What's wrong, Zero? Are you not really paying attention again? Kind of. Damn it. I need to find out exactly where I'm supposed to go. Oh yeah, the other thing I was going to say is, I meant to say Sapphire instead of, Emerald for their aunt's name. I don't know why that came out. Is that the path I'm supposed to? I don't think so. Actually, I have no fucking idea. I don't know, I guess we'll just go through here anyways. I have no idea where I'm supposed to go, so... Sorry if I end up taking a long route or... end up, like, going one way and then... at the beginning of the next recording or something, I'm in a completely different area. メイン動力?自分の全機能を停止させ、人間でいうところの仮死状態にするということだ。そこまでしなくてもいいよ。それより表情が硬いな。もっと感情を表現してみてよ。了解。これより感情表現を実行する。あんまり変わってないよ。大きな変化というと、こうか。うわあ！そのヘルメット取れるの？さすがベリルだ。お前の表情変化にはかなわない。Okay. That doesn't happen to be anything I can change in here, right? Doesn't seem like it. That's kind of a bummer. Anyways, okay, let's leave here. Find out exactly where we're supposed to head. Holy bottle. Oh, yes. Oh, there's supposed to be a shortcut. Where? Oh, is this the short? No. Or is that? Huh?
Where the hell did that... Oi. 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 That's back over to droning. I wonder if it was pretty much right next to them. Cutesy bootsy. Right, whatever. I'm gonna figure this off on off screen, so I hope you guys enjoyed today's episode, and I'll see you all next time.